皆様こんにちは。クルーズの豊かクラブでございます。本日は当社ツアーに同行した添乗員の声を紹介いたします。東洋のマチュピチュと言われる別紙銅山、新緑の瀬戸内、ガンツーの船旅。本ツアーは松山空港より四国愛媛に入り、しまなみ海道を通り、映画の街尾道を訪れます。そして2日目にガンツーにて2泊3日のクルーズをお楽しみいただいた後、下船後は塩町の港鞆の浦を観光し、袋は新幹線にてお戻りいただくコースです。残念ながら今回の旅のメインでもある東洋のマチュピチュと言われる別紙銅山の東なるエリアには落石による通行止めのため行くことができませんでしたが、観光行動や観光列車があるマイントピア別紙では3万本のシャクヤクが見ごろを迎えており、お客様の目を楽しませてくれました。また生口島にある平山郁夫美術館では、平山郁夫氏の実弟である館長にご案内いただき、絵画の説明はもちろん、家族ならではの貴重なエピソードをお伺いしながら鑑賞することができました。尾道ではロープウェイで千光寺公園まで登り、日本遺産に認定された箱庭のような尾道の街並みをご覧いただきました。そしていよいよ尾道市のベラビスタマリーナよりガンツーにご乗船です。西は愛媛県の大三島、東は香川県の志涌諸島まで、尾道を中心に西と東の瀬戸内海の自然が織りなす絶景を同時に楽しめる航路です。2日目は芸予諸島の一つである石前諸島、夕景で有名な七部ヶ浜、昔からの離島の暮らしが根付いている笠岡諸島などを訪れます。また船内でのお食事は瀬戸内海沿岸地域の旬の食材を中心に一流料理人が丹念にお作りしており、大変好評をいただいております。最終日4日目、ガンツー下船後は風町塩町の港鞆の浦へ。情緒あふれる港町を散策いただき、帰路へと着きました。このガンツークルーズを利用したツアーは弊社でも人気のシリーズとなり、おかげさまでこの度12回目を迎えることができました。大小700もの島々が点在する風光明媚な瀬戸内海をめぐるガンツーの船旅は、船上からご覧いただく美しい景色、木をふんだんに利用された独特な船内の雰囲気とサービス、他の客船と一味違うガンツーの船旅は毎回ほぼ満室の人気のクルーズです。当社では今後も皆様に自信を持ってガンツーの船旅をおすすめいたします。海へ旅へクルーズへ、クルーズのことなら豊かクラブへお任せください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。